おはようございます。釣り子 TV です。結構これ待ちに待ってたんですけども、霞デザインのですねくびれシャッと、3.1インチ、これがですね店頭に並んでいたので一袋買ってきました。これね結構待ちに待ってたやつなんですよね。こいつのケツ振りはやばいって書いてありますね。水中のあの動きのやつなんかもね、あの霞デザインオフィスのところはホームページとかですね、探すとですねいっぱい出てくるんで、水中の動画なんていうのも本当魅力的なんでぜひ見ていただきたいんですけども、一ペーシラウオっていうカラーね、白っぽいカラーを買ってきました。こんな感じでもうね釣り具屋さんで見たら一発で、あ霞デザインのワームだってわかる、このねこの色ね。でくびれシャットっていうことで、数はね8本入っているのかな。これはですね本当ちょっと使いたいなっていうのは、これの多分オリジナルっていうか大元になるんではないかなってね、デザインの加納さんがこれねバークレーのパワーゴビね、これなんですかね、もう全然店頭にもなくなっちゃった廃盤みたいな扱いなんですかね。こういったシャットテールワームの中で一番もう霞でも亀山でも、まあ、ダム湖でもどこでも一番釣ったのがこのパワーゴビーのね、これ4インチだったっけな、これなんですけど、これが全然なくなっちゃって、でこれねいよいよパワーアップバージョンっていう風に考えてもいいんじゃないかな。このくびれシャットっていうのが、発売になったんで、早速ねちょっとどんな感じか中を開けていきたいと思います。えい、あー綺麗なねブリスターパッケージにこんな感じで入っていて、形が崩れないようにね、あーはい出てきました。この小さいボディの中にいろんなね要素が詰め、あくびれてますねこれ、相当くびれてんな。あ後ろこんなに膨らむんですね。で頭の方はこうハゼ的でもあり、で後ろの方がこのねテールの動きがそのまま結構ここのクイッとねくびれて、でもねここにフィンがあって、フィンって2箇所フィンがあって、水中の動画で見てるともう別のルアーなんじゃないかってくらい、このケツのくびれる後ろがブリン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 動いてるんですよね。これ見てね、であとこのサイズ感じゃないですか。これはねあのキャロライナリグの具にしたいなぜひと思って、そんで買ってきたんですよね。でまあヘビキャロでもキャロライナでもどっちでもいいかなとは思うんですけども、結構ねこれ一番最初パワーゴビーね、これも比べて、まあ、なんだろう、ちょっとね顔の雰囲気が似ていたり、あとここの胸びれね、こういう上の方の制御してくる胸びれが一緒だったり、何よりもこのねテール形状が、これ完成されたテール形状だと思うんで、まあサイズが違えど若干似た感じ、これでね、でこれ使ってて一番釣れたのがあのキャロライナリグ、ヘビーキャロライナリグとかなんですよ。これをねなんだろう、亀山ダムのね夏から秋、まあ一年中春も釣れたんですけどね、キャロライナリグの具にして、でバヒョーンって投げるともうめちゃくちゃ本当入れ食いになった時もあれば、ね、あの困った時にどうしても釣れない時に、キッカーになる一匹が釣れてくれたりとか、本当ね。でこの白色ってのが特に好きだったんですけども、ミルキーホワイトみたいな色ですかね、それにすごい、受け継いでるんじゃないかなと思って買ってきてみたんですけどね。何にしろまあ4インチでも釣れるんですけどね、関東っていうとやっぱこの3インチ前後っていうのがやっぱ人気になってくるのかなって感じなんですかね。でまあちょっと小さめな針、ワイドギャップな針を合わせて、でふわふわ
ふわふわなんていう釣り絶対ね聞いてくれるんじゃないかな。あとはスモラバとかね、ちょっとパワーフィネスのトレーラーとかでもですね、大活躍してくれるみたいなんで、まああとこの前霞ヶ浦行った時は本当風が強かったんですけど、岸際見ると、いっぱいねシラウオがねこうじゃれつくような感じでね、2匹で1匹みたいな感じでこう見るんですよ。浅いところをなんかベイトいないかなと思ってこっち見てるとなんかいるなぁ、ポワポワしてんなって思うと、まあ、まさにこんな感じのねシラウオが非常に元気に泳ぎ回っている姿を見たっていうことでですね、まあ、ちょっとね今後ね今年、キャロライナの具ってね本当いろんな具何でもつけれるっていうのが強みですけれど、中でもやたらよく釣れるってね、まあエビっぽい形とか定番ですけども、このシャットテール系で本当に自分のこういった好きなやつね、こういうのがねもう抜群にね入れ食い状態になる時っていうのがね絶対あるんで、そんな時に備えてこれ買えないんで、もうねまたねどうですかね、型がないってことじゃないと思うんでね、サイドそういうのがあってね、最近だからあんまりバークレーシリーズのねワームって買わなくなっちゃったんですよね。こういったもう大お気に入りが出て、まあ霞クロウとかいろいろありましたけどね、だいたいねちょっとね売ってそれであんまり火がつかないとね、やっぱメーカーもやっぱ仕事ですからね、次の形ってのを作っていかなきゃいけないのかなっていうことで、なのかよくわからないんですけども、まあ人気がそこまで思ったより出なかったとかね、そういうシビアなビジネス的な何かがあるのかもしれないですけど、こういうほんとね名作中の名作がね何の力かよくわかんないけど出てこなくなるっていう、販売されなくなるっていうのがよく見受けられるんでね、ちょっとね商品の切り替えが早いってことなのか、というわけであんまりもう最近はねこのバークレーワームっていうのは買わなくなっちゃったんですけどね、まあ、そこでこの霞デザインオフィスね、これまあ霞デザインもねもちろんこれがあんまり流行んなかったらもうあんまり作らなくなっちゃうってことはあるかもしれないんですけど、まずもってはねこの3インチから出たからサイズ展開ね4インチとかまあね5インチとかもね聞きますんでね、そういった展開になるような大人気シャットテールワームになればいいなぁなんていうふうに思ってますが、この小さいボディにほんとこの下のヒレとかすごいね細かい中に釣れそうなこのシンプルな形にちょっとギミック満載なんじゃないかな。まあね、あとはねもう実況動画の方でね、あこれまた釣れたみたいなね動画作っていければなっていうふうに思うんですけども、一袋ね850円で、まあ1匹あたり100円ぐらいしますけどね、どれぐらい活躍してくれるか非常に楽しみなワームでございます。というわけで本日の釣り子 TV は霞デザインオフィスの、くびれシャット 3.1 インチ、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。